株式会社エレクトロニックライブラリーは東京都中央区に本社を置く新聞雑誌記事のクリッピング及びデータベース事業会社。1986年12月8日、電通、朝日新聞社、読売新聞社、NTT 等の出資により設立。多くの新聞社、通信社、出版社からの情報提供を受けて、ファックス、電子メール、 社内ネットワークよるクリッピングサービス、記事検索サービス等を提供している。発行された新聞、雑誌の記事のイメージのまま利用者に提供しているのが特徴。提供サービスの総称はエルネット。データベース事業会社として初めて日本開発銀行から出資を得たほか、民間の金融機関からも多数の出資を得ている。 情報提供イメージ1988年以降の全国紙やブロック紙を含む全国の新聞や業界専門紙を100紙以上、雑誌250紙以上のデータを会員向けに提供している。初期費用及び最低月額利用料はファックス配信、電子メール配信でそれぞれ5万円になっており、最低使用料金を超える部分は重量性料金になっている。主な顧客は 企業の広報部及びマーケティング部など、記事情報の提供方法は、記事をスクラップし、掲載し、掲載日時、ページ情報を追加した状態で、情報提供され、ファックス、または電子メール、社内ネットワークを利用した PDF データで配信。同社のデータベースサイトからも入手が可能。ありがとうございます。